皆様こんにちは。キャラマップ第8回公演修道女たち、作演出のキャラリーのサンドロビッチです。修道女たちというタイトルのキャラマップの新作を、このナイロン100度 C25 周年記念の年にナイロン2本の後にもう1本書いて演出して上演することになりました。キャラマップっていうのは今回で8本目、8作目です。なんかキャラマップって似たような名前のユニットがどっかにあるみたいですけど、真似されたってことですね。僕がね、非常に憤っております。嘘ですよ。それで自分のプロデュース、お話をいただいてそれに乗っかる形のお仕事ではなくて、自分からこう、ナイロン以外のお芝居をやりたいときに、このキャラマップという冠をつけているんですけれども、割と何かこう、ナイロンもそうですけど、一作一作作風も違って、割とつかみどころのないユニットなんですけども、毎回出演者もその都度募ってやってます。それで今回はですね、修道女たちというタイトルにしてしまったので、きっと修道女が出てくるんだと思います。わかんないですけどね。9人の、割と僕のお芝居にしては少数精鋭と言っていいんじゃないかというチームです。鈴木庵、小川珠樹、鈴木康介、伊勢志摩、伊藤梨紗子、それから松永玲子、ナイロンの松永玲子、ナイロンの美之助、ナイロンの犬山犬子、そして高橋ひとみさん、9人中3人ナイロンのメンバーなんで、その辺もちょっと珍しいんですけど、そうですね、鈴木アンとはナイロンの、社長吸血鬼以来4年ぶりで、とてもまた全然違うことをやってもらおうと思っているので楽しみです。あと初めてなのは鈴木康介と伊勢志摩はすごい昔から知ってますけども、一緒にお芝居を作るのは初めてで、とても楽しみです。中身なんですけどね、なんとなくこう、これまでも祈りと怪物とかフリドニアという作品で司祭を、教会を舞台にしたエピソードを織り込んだりもしてるんですけど、ここまで修道女を、その聖職者たちを真ん中にして書くのは初めてで、宗教劇っていうことではないですけど、宗教をモチーフにしたコメディ、一応コメディになると思います、を書くのはね、非常にデリケートなことだし難しいんですけど、決してなんていうんですかね、よくあるそういうこう、なんていうんですか、教会を舞台にしたコメディっていうと、すごくアンモラルな、ろくでもない聖職者たちのドヒャッとしたコメディとかあるじゃないですか。そういうものにはならない、もっともっとなんかこう、人が神様というか、信仰心を持つということのなんかについて、ちょっといろいろそのなんていうんですかね、面白さって言ってしまうとまた語弊があるの、どういう言い方しても割と語弊があるかと思うんですけど、そこを見つめてみたいなと思って、修道女たちというタイトルに決定しました。悩んだんですよ、とても、そのこのテーマで行くべきかどうか。まず舞台だと修道服を着ちゃうと誰が誰だか分かんなくなっちゃうんじゃないかっていう懸念もありました。でも改めてこの出演者を眺めてみると、これ分かるなと思ったんですね。全員バラバラの個性を持ってるんで、どんなものになるか僕もとても楽しみです。そうですね、近年はキネマと恋人とかグッドバイとか比較的分かりやすいシチュエーションコメディで、ナイロンよりも幅広い層に受け入れてもらった作品がキャラマップでは続きました。今回どうなるのかな、ちょっとまだ僕も予想つかないんですけど、今本番まだ初日の3ヶ月前で、稽古に入るのまだちょっと先の話なんですけども、
ただちょっと並々ならぬ意欲はありまして、さっきも鈴木杏ちゃんと一緒に取材を受けてその決意表明をしたんですけど、絶対納得いくものに、自分の納得のいくものを作りたいと思ってますんで、ぜひナイロンしか見たことない方も見に来てほしいなと思います。東京以外にもなんかどこだっけ、九州とか兵庫とか、もう一箇所どっか行くよね、九州と兵庫だっけか、うん、北九州と兵庫も回らせていただきます。ぜひ劇場に